どうもお疲れ様です今回は森永卓郎さんと深田萌さんのこの「書いてはいけない」っていうね123便日光123便の御巣山の事故っていうのがありましたけどもこれ私小学校6年生の時にちょうど群馬に家族旅行に行ってる途中にこれね事故に、まあ、遭遇とまで言いませんけども本当に事故が起きてるそのそばにいたんですよね。 で私はもう小学校6年生ぐらいで半分寝ていたんでよく覚えてはいないんですけども飛行機事故があったっていうことをねあの車の中でその田舎に向かっている田舎の実家に向かっている途中に盛んに聞いていてでたまに車を止めてね空を見たりとかして当時今ほどの感覚があったら私はねもっともっとあのそっちの方に意識を向けてなんだったら現場にそのまま車でね 近くくだっっったたんんん。でで行とと思うんですけども、ちょっと当時のことはよく覚えてませんませ、あ、そのぐらい私にとっては印象の深い事故でで、そのまんま田舎の実家に着くとまあ、みんなでねテレビを見てそのお亡くなりになった方の名簿とかをねこうやって見ていたみたいなことがありましたけどもねでその真相を今回書いてはいけないの中に森永卓郎さんと深田萌さんが書かれていましてで、これをね西田昌司さんが読んだんだと。 読んでびっくりしたんで、早速確認したけども、そんな事実はないっていうふうな答えだったよっていうふうにね、言われてるんですよ。それこそ、あの、JAL の担当者を呼んだりとか、それから、ああこう、防衛省のね、副大臣を呼んだりとかして、いろいろ確かめたけども、そんな事実はないよってことで、つまりはこれは陰謀論だっていうふうに結末、結論付けているのが西田昌司さんなんですけども、西田さんね、あやっぱり自民党的発想だなと思うのは、 あのまあ、言ってみれば、まあえて言いますけどもあの、犯人に、あなたが犯人ですかって聞いて、そうです、私が犯人ですって言うと思います。<laughs> そういった意味で言うとね、確かに当事者に聞くのは重要なことなんですけども、今回の整理審でも、当事者に聞いても知らぬ存ぜるんで、うんざりしたわけですよ、西田さん。だったら、JAL に聞いたで、防衛大臣に聞いた。 で、回答としてはそんな事実ありませんってことを、なんで今さら鵜呑みにしてるんですかと、ね、だったら、それを証明するためにフライトレコードを出せと言えば済む話でしょ、そうやって証拠ってのは見えてくるんじゃないですか、西田さんはね、本当になんかね、国会の財務省を追及する動画とか見ていると、本当、血にき肉踊る、よし、頑張れ、頑張れ、もっとやれっていう風に思うんですよ、思うけど、結局何もできてないですよ、西田さんはね。 何もできてない、時間がかかる、時間がかかるって言って、こっちはね、時間をかけたら、ェイ死にしちゃうんですよ。で、そもそもね、ちょっと話変わりますけども、ゼロゼロ融資の面積、これ、西田さん、約束したでしょ、何回も動画の中で、あれは面積するから大丈夫ですと言ってますけども、未だにそうなってないし、だんだんトーンダウンしてませんか、あれ、ゼロゼロ融資をね、西田さんが債務免除になるって見通しで借りた人もいて、 結局支払いできずに倒産したり首くくってますよどうしてくれるんやそれをまあ西田さんはね安定した仕事があって税理士としての仕事もあってねユーチューバーとしても受けてるしいいですよ左ユーチューででもねそれを支えてる私たち国民は一日一日が緊急事態なんですよ、まあ、全然分かってないですよだからそういうのはねでこういうふうに犠牲者が爆弾でた123便にしてもいまだに真相が分かんないままでしょ で、西田さんの立場からするとね、あれはもう結論が出てるっていうふうに言いますけども、それは他人事だから言えるんですけども、当事者としてね、お亡くなりになった方、家族を失った方、で、生き残ったんだけども、その後の人生がどうなったかね、え本当にあの事件がなければどうこうっていう人の立場に全く寄り添えてないですよね。勝手にはい、終わりってしといて、うん、なんか元通りのね、政治家の世界に戻っていくだけで、結局私たちのことはね、 全く見えてななないいいんじゃないかなと思いますで森永拓郎さんも別に適当にこういう本書いてるわけじゃないんですよ、その辺の背景を見ていただくと、もっとちゃんとね、調査する、少なくともフライトレコーダーを公開するぐらいは、議員特権でやってもらいたいですよね、それをせずに、ああ、なんか関係ないと言ってるよとか、陰謀論だって言ってるよってうのを鵜呑みにするんだったら、あれ、岸田さんと同じですよ。 森総理は私は関与してないって言ってましたよってからね、記録あるんですかないです。同席者はないです。なんじゃそりゃみたいなね。で、当事者に聞いたら、いやいや、そんなこと聞かれてないよ。ご機嫌不いだったよっていうふうにね、なんだそりゃみたいなね。もう、西田さんもね、西田庄司さん、シャキッとしなさいや、もう。年寄りで役に立つことってそのぐらいでしょう。これからの世代に 月を残したままじゃなくて、掃除をしてくださいよ、もう。ね。応援してないわけではないですから。うん私の応援なんて別にいらないでしょうけどもね。ということでね。やっぱり、国民の代表としての意識はないですね。西田昌司さんにもね。終わってますよ。ということでございました。これからも、西田昌司チャンネル、見させていただきます。それじゃあ。